佐藤すみかです。今回この動画では私が個人的に強みを引き出す心理学の分野で日本一と思っております萩原亜美先生をお迎えしております。萩原先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ここで簡単に亜美先生の自己紹介をお願いいたします。はい、私カウンセラー萩原亜美は10年以上前からカウンセリングの仕事をしておりまして、で1年ぐらい前から楽しい人生を送るための心理学という YouTube チャンネルを開設して、皆さんに幸せになるヒントをお届けしています。で最近は恋愛に関する話を主にしております。どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。そうなんですよ、亜美先生はもうこれまでになんと延べ1万人ものねクライアントの方々のお悩み相談をお受けなさっていて、もう本当に幸せに導くヒントをですね与え続けていらっしゃる素敵な先生です。で今回は亜美先生にですね、パートナーに一生愛されるというテーマでお話ししていただくんですね。私もとっても今日楽しみにしておりました。どうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。では今回はパートナーから一生愛される女性の特徴5選についてお話しします。あなたは大好きなパートナーと一生一緒にいたいと強い願いを持っているのではないでしょうか。そうは言うものの、これは相手の気持ちがあってのことですから、自分の力だけではどうにかできることではないというのが現実です。ということで、男性から見て一生一緒にいたい女性ってどんな特徴があるか知りたくないですか？今回は男性から見て一生一緒にいたいと思われる女性のタイプ5選をご紹介いたします。最後までお付き合いいただけると嬉しいです。パートナーから一生愛される女性の特徴5選は、1、自分との時間を楽しそうに過ごしてくれる。男性は自分との時間を大切にしてくれて、いつも楽しそうに過ごしてくれる女性に対して一生大切にしたいと感じます。一生を共にするならやっぱり一緒にいて楽しいと感じる相手が一番ですよね。いつまでも付き合いたての頃のようにワイワイ楽しめるカップルは長続きします。そのためにあなたはいつも機嫌がいいこと、笑顔でいること、相手に興味を持つこと、相手を喜ばせることを心がけることが大事です。2、いつも穏やか。いつも穏やかで大きく包み込んでくれるような優しさを持つ女性は男性から一生愛されます。感情の起伏が激しい、いわゆるメンヘラと言われる女性は怒りっぽかったり、深く落ち込みすぎてコミュニケーションが取りづらかったりと、男性は付き合っていけばいくほど女性にとても気を使い疲弊していってしまいます。長く一緒にいるのならば、そういった一緒にいるだけで疲れてしまうような女性ではなく、穏やかな女性を選びたいと思っている男性はとても多いです。そのためには自分のメンタルを安定させ、感情や気分に流されずにコントロールできるようになることが大事になってきます。3、一緒にいると自然体でいられる。一緒にいて肩ひじ張らず自然のままの自分でいられるような女性は一生男性から愛されます。近くにいるだけでドキドキが止まらなくなるような女性は、確かに最初は刺激的で魅力を感じますが、長期的に考えるといつも一緒にいてドキドキする関係性では男性の心が休まりません。一緒にいてありのままの自分でいられるような女性が最終的に選ばれます。そのためには相手に心を開き、相手に広い心で受け入れる寛大さを持つことが大事です。上級編として、心を開くといっても全てをさらけ出すのではなく、少しだけ謎めいた部分を残すなどミステリアスな雰囲気を作ると、それがちょっとしたスパイスとなり
相手はあなたに対して自然体でいられるけれども追いかけたくなる存在だと認識するようになります。4、お互いのことを一番に考えられる。お互いのことを一番に考えられる関係を保てるような女性と一生一緒にいたいと男性は考えます。自分を犠牲にしてでも相手のことを優先したり、時には相手のことを思って厳しい助言をしたり、こういったことは本当に大事な相手にしかできないことですよね。ここで気をつけていただきたいのは、いつも自分を犠牲にして相手を優先するのではなく、相手がピンチやチャンスの時、相手のターニングポイントになる、ここぞという時にだけ自分を犠牲にしてでも相手を優先する行動をとってください。実際はそのようなことはめったに起こりませんが、そんな覚悟があるという心構えを持っていることが大事なのです。上辺だけの関係ではなく、心から信頼し合い大切だと思える女性と一生を共にしたいと多くの男性は思っています。そのためにはあなた自身も深く相手に愛情を感じているか、相手に幸せになってほしいと心から感じているのかが大事になってきます。5、しっかり気持ちを伝えてくれる。自分から愛情を表現したり感謝の気持ちを伝える女性も一生一緒にいたいと思われ男性から大切にされます。中には女性の気持ちを理解するのが難しいと感じる男性もいますので、あなたが好きという気持ちを言葉で表現してあげることで男性も安心して一緒にいることができます。そして長い時間一緒にいても素直に人に感謝できる女性を男性は魅力的と感じます。いくら親しい間柄になっても彼に感謝の気持ちを伝える姿勢を欠かさないことがより良い関係にもつながります。そのためには彼の愛情を感じたらそれを素直に言葉や態度で表現したり、彼への感謝を忘れずに彼のことも大切にすることが大事です。それではまとめます。パートナーから一生愛される女性の特徴5選は、1、自分との時間を楽しそうに過ごしてくれる。2、いつも穏やか。3、一緒にいると自然体でいられる。4、お互いのことを一番に考えられる。5、しっかり気持ちを伝えてくれる。です。彼に一生愛される女性になりたいという思いを持つ女性はとても多いです。あなたもそう思っているのではないでしょうか。もしあなたがそのためには具体的に何をすればいいんだろうと悩んでいるのであれば、ぜひ今回ご紹介した5つの特徴を意識して彼との日々を過ごしてみてください。長い関係性を持続するためにはお互い努力が必要です。もし彼から一生大切にすると言われ、その彼の言葉に安心しきって慢心してあなたがこの先今の関係性を続ける努力を何もしないでいると、彼のあなたへの気持ちが冷めてしまう可能性は十分あります。人の心は変わるということを忘れないでくださいね。努力しないでいると愛は3年で冷めると言われています。パートナーに一生愛される女性でいるために一番重要なのはいつも機嫌がいいということです。いつも機嫌がいい状態でいるためには心と体が整っていることが不可欠です。気持ちが穏やかでいるために、素敵な笑顔で過ごすために、彼に愛情を注ぐために、心のメンテナンスはカウンセリング、体のメンテナンスは腸活をうまく活用するのがベストだと私は考えています。いつも機嫌が良く、一生大好きなパートナーに愛されるあなたは間違いなく幸せをつかんでいます。最後までご視聴いただきありがとうございます。
亜美先生ありがとうございました。ありがとうございます。もう私心にですね突き刺さるお話がいっぱいありまして、あの5つの特徴ってすごく分かりやすくまとめてくださっていたんですけれども、もう本当にですね、自分を振り返ってみるとですね、もう反省することがいっぱい。反省ですか？ありますよね。皆さんもいかがでしょうか？本当にあるあるってすごくね共感された方が多いと思います、今のお話ですね。で今のお話はやはりもう根底にあるのはやっぱり人として、男性女性というよりも本当に人としてその思いやりを持って、その温かく穏やかにって本当にね大事なんだなと思いました。で私もこの腸活を通じて皆様にその心と体のですね健康を手に入れていただくお手伝いをさせていただくためにその YouTube チャンネルをしているんですけれども、私も今の亜美先生のお話をベースにもう本当に多くの方に届けていきたいなと改めて思いました。ありがとうございました。ありがとうございました。実はですね、私もこの亜美先生の YouTube チャンネルで幸せは腸で決まるというテーマにですね皆様にお届けしております。ぜひこちら詳細欄に亜美先生の YouTube チャンネルのリンクをお伝えしておりますので、皆様そちらからお入りいただいてぜひご覧いただきたいと思います。そしてまたですね、亜美先生この度はご出演していただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。お困りの方々にもより多く届きますように私も祈っておりますので、また今後の亜美先生のますますのご活躍をお祈りしております。それではまた私の YouTube 動画ですね、高評価ボタンやチャンネル登録 LINE 登録していただきますととても励みになりますし嬉しいです。それでは亜美先生、素敵なご縁に感謝申し上げます。この度はどうもありがとうございました。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。